さあ、世界中に空港ネットワークをつなげるフライコープ。前はね、先行しちゃったんですが、リリースしたみたいなんで、今回はチャレンジモードから、これ行ってみようかな。好きな場所を開いて、アンロックして、決められた時間で決められたお金を稼ぐというチャレンジね。だこれ日本でやるとめっちゃ不利なんですよ。時間が10分でしょ。ちょっとまあフランス開けてみます。あ、アンロックはただなんだね。ちょっと待って、じゃあ、日本もちょっと途中で行こう。これ逆に言うと、こうやって繋いでって、こうやってね、やるのがいいと思うんで、小国が多いとこですね。それこそ、中央アジアとかも多いかな。東南アジアとかもいいかもしれないね。で、チャレンジなので、もちろんですね、空港がいっぱいになって5秒経つと爆発するんでおしまいです。なんで、そこも気をつけながら、3000稼がないといけないわけですね。合計金額として3000。どうしようかな。とりあえず、10分でしょ。結構難しくて短くない？進めてるんで10分なんてもうね、10分じゃないですよ。パリの負担でかいんだろうな。リヨンからブルスですか？あ、いいねいいね。一周回れた。あと5分あと5分いけるかな。これ複数のルートを作る方がいいので、どうつないでいくのかですね。こうパリをあえて使う、いや利用危ない、いや危ないけど、ちょっとこっちかローエンかな使って、リヨンとここつなぎたいね。あとちょうど5分くらいですか。リヨン上げててこれだもんね。つまり飛ばすしかないね。さあ利益はだいぶ出てはいるんですが、リヨンのちょっと緊張で続きますね。ちょっとスイスを使いましょう。ここでどうかな。お、やばいやばいやばい、ダメですね。つまりドイツだったらいいな。ここでいきますか。私爆弾どこが多いの？リオはちなみに。パリ、パリか。あげますかね。飛行機あげていこう。遠いね、ベルリン。一発目、ベルリンあり。ここ行きますか。ルクセンブルク。ルクセンブルクのルクセンブルクと。これシンガポールみたいなもんで、街が国みたいな感じですよね。なので1個しかないよね。パリはちなみに、ああここ横のやつか、はい、増やしてあと3分で2000。これは貯めるという方法だよね。便が増えると利益は増えると間違いないんですが、ここの場合は順、まあ、上げるしかないね。バランスよく追えばしょうがないね。デンマーク行きましょう。コペンハーゲン。危ない。なるほどね。まあ、いけるかな。コペンハーゲンちゃみやんないと。大外回って
ベルリン上げて、コペンハーゲン上げて、横つなぐか。パリがやばそうですね。いや、減っちゃってるよ。なんなら今ね。フランクフルトがドルトムント、スットガルトと。パリがね、結構危ないんですね、ずっと。パリは、ここだね。増やして、1分半。これちょっと調整でいきましょう、最後は。爆発しないようにすると。爆発をしないように見張っていきます。赤いカウントダウンが来た時のみ反応するくらいの感じで。危ない危ない危ない。早くすればいいって段階でもないね。ただ行ったんじゃないですかね、これは。難しかったですけど、まあ強化が入るかどうかですね。残り1分、ショットガルト100くらい使うか。いや、この増え方的にいけるね。おお、ナイス。飛ばしてくれたね。おお、来ました来ました。自由なんですが、まあ、ヨーロッパとかそっちの方が向いてるような感じでしたね。それクイックグロース。まあ、これがね、簡単に稼ぐんであればこっちは完全に成長させると。アンロックしていく感じですかね。さあ、次のクイックチャレンジは、クイックグロースということで、インドを舞台に、まあ、30秒ごとになんか、まあ、増えていくわけですね、空港が。それを10分間生き延びると。おー、なるほどね。これチャレンジ面白いね。前回はコロナかな？で、なんかこう国際便が使えなくてこういう中で生き延びるみたいなのありましたけど、これはまあ30秒っていうのが分かってるんであれば、温存してね、最適につなぐと。ここをつないだ方が正直いいんですけど、30秒ですもんね。つまり、さばけなくなったら終わりと。やばいね、これね。まずいですよ、これは。30秒でそんな稼げる？遠いな、遠いわ。190は無理でしょ。まあ、すぐには、逆に中間にできる可能性があるわけでしょ。いや、多分こっち繋がってやばいですよね。まだ飛んでいる方がマシかなと。いいね、いいね。それはいいね。大変かな、これ。空港自体多分そんな発展することないでしょうね。あ、いらねえ。そういうイベントはいらない。ブーストはいらないです。106ね。強化をどこで使うか、これ1本しかないんで本当に貧弱だと思うんですね。ムンバイやばいかもしれない。爆弾と仕掛けるムンバイね。つないどく。いいね。ちょっと上げよう、これ上げ無理、上げないと無理無理無理。とてもじゃないけど。真ん中何もないの、インドって。この辺何空いてんの。これはね、どっちしようか。飛行機をどっちかに増やすといけないんじゃない、これって。半々にやがるね。キャパでいきます。キャパないのに増やしてもしょうがないから、飛ばす量ね、キャパに回すしかないよね。
これは楽。イージー。一応つなぐか。これ結構大変よ、もう。進めちゃっていいですかね。ここつなごう。中間。真ん中。いいね。クッションになるかな。使っちゃって溢れてるね。これをどこにつなぐかよ。逃がすか、こう逃がす感じね。で、ちょっと余剰してるお金は、ここ増やすべきだと思うんですよ、ここ。あと、ここね。ちょっと長距離やっぱ増やさないときついですよね。奥の。え、これダメなんだ。まずいよ。一応なんか真ん中つないでる感あるんですけど、どうですかね。上げますか。赤飛行機進化作戦いきましょう。おお、なるほどね。真ん中がまあ綺麗に出ないので、どこに繋ぐのかってところ、これ本当に重要ですね。危ない危ない、爆弾だ爆弾。一応2個2便あるんですが、赤飛行機全上げ作戦でいきますね。お金あった。ここも繋ごう。あ、こっちだね。あえて回すと。いいんじゃない?環状線的な感じでね、空港を回していけんじゃないですか?なんか1分ちょっとです。やっぱお金がね、急に余り出すんで、そこが大事ですね。そこまで耐えられるかってところね。危ない危ない危ない。危ないし、あげましょう。どっか飛ばそう。空にいればいいんですね、とりあえずね。打ち上げてみると。残りインドに1分だけですから。いいね。これ、おお、キャパの問題だね。50人は少ないですから、これいいんじゃない、綺麗じゃないですか、外回りだけ。これ問題ないでしょ、ちゃんとね、全体的にこうほらこうね、移動しきってと。キャパの問題かな。こう全部をつなぐにはちょっと少なすぎましたね。まあ大丈夫でしょうと。あ、いつ繋ぐ?来ましたね。いや、これ楽しかったですね。インドチャレンジ。でもこう、勝手に進んでいくみたいな、時間制限系はいいかもしれないね。再現性も高そうですけど。まあ、それをクリアするまでみたいなところがね、楽しめると思いますが、エクストリーム、まあ一応ね、前回はノーマルの2つかな、やったんで、今回はね、ちょっとクイックの2つやってみましたね。もう1ついきますか。で、エクストリームかな。これ、まあ難しいんですかね。エクストリームですもんね。
まあ、これがイージーノーマルかっていうとそういうわけじゃないと思うんですけど、多分趣の違いですよね。クイックは多分一個一個短いのに対してエクストリーム長いと思うんですが、まあ一応今回最後ね、次はねギリシャか。とはいえ広げていく感じっぽいね。ギリシャから世界へと広げていくと思う。10カントリーですね。さあこれも非常にシンプルで、10分以内に10個の国のライセンスをゲットしろと、まあ、順番を考えてくださいという回だったんで任せてくださいよ。え、簡単じゃない？マケドニア行って、アルバニア行って、コソボ開いて、ああ、でもそっか、少なすぎてもあれか。最初、ブルガリアとかがいいですかね。アテネ。まあまあまあ、こちらか。いくら ?300。ああ、できなくはないけど。まずはやっぱギリシャ国内でやっていかないとね。グローバルの前にローカルですよ。トルコ、まあライセンス確かそんな高くないんで、さっきみたいに後半お金余るはずですからね。そこにかけよ。なんじゃこれ、めっちゃ稼げるでしょ。あーそこ戻すとね。2分か、多くない？そう、この広さこんなんだね。こう儲かわないとやべえかな。アテネがやばいのよ。ちょっとアテネ上げないとダメだよね。いやー、なるほどね。アレクサンドロプールですか、ポル、わかんないですが。まあ島多いからね。うん、あんま島々のとか表現されてないですけど。3分経ちましたよ。まあまあ今金を生み出し続けてるんで、増えなければこっから使う先はもうブルガリアよ。増え方がいいね。ブルガリアソフィア、1234123、ここだね。ちょっとアテネや、大丈夫です、よく大丈夫ですよ。で、あと8個、まあギリシャも含んでるんで、まあルーマニア広いからルーマニアいいんじゃないかな。モルドバ、逆にでも小さい方がやりやすいか、でかいとその分移動でお金いるから、トルコとかはこれここやってこうドゥーンってこう出たらね、200とか持ってかれるんで、それは避けたいよね。一個一個安いんで、かなりその辺は助かってますね。当てにあげてあげたいな、これ。いや案外大丈夫だね。次グラチナミニ315か、まあそんなにね、指数関数的に上がらないはずなんで、ライセンス量なんて。よし次行こう。次今んとこ一回もピッピなってないからいいんじゃないこれ。金バランスいいんじゃないかなと。あえてセルビア行きます。でマケドニア行こう。やっぱそう来るよね。ソフィア超つなぎますか。残り4分。おお大丈夫か。4分、
まあ進めば一気に増えるから、まあ買っていこうかな。いいね、いいね。アテネ増やすか、いやライセンスでいきましょうか。多分空港を大きくするのとか飛行機増やすとか言ってる場合じゃないですかね。コソボ行ったら楽じゃないかな。コソボ行きますよ。でルーマニアどこ来るかな。あえてハンガリー、まあ、ボスレツヘルツゴミア行くか、モンテネグロ、モンテネグロ楽そうじゃない、近いし。残り3分ありますね。なんとかなってるね。さあ、じゃあモンテネグロ行きます。どっかこの辺飛ばすか。まあまあ1回目よ、まあ、100ですからね、楽なもんでしょうと。残り4つ、2分4つ。アルバニア当ててあげます。買うことのみに専念の3、あと3つね。1分半。これはクロアチアボスニアヘルツェゴビーな、まあスロベニアハンガリーかな。まあボスニアヘルツェゴビーいきます。1分半、まだそんな変わってないね。さあ、一大観光圏ができましたね。ギリシャをつなぐツアーですが、いやもうやばいね。クロアチア行きましょう。あと1つ、58秒、全然もう30秒で1個取ってるんで、後半に関しては余裕ですね。まあまあもうこれもね、少しの時間を残してのクリアとなるでしょうか。最後に日本買おうかな。買えないんだね、押せないんだ。あ、周辺も決まってるんですね、ある程度ね。イタリアかみたいなのもあるんだね。あとね、イタリア買おうかな。さあ今回はクイックチャレンジやってみました。まあ時間がね、大体10分と短い中でモードを達成していくと、結構大変でしたけどね、やりごたえありましたね。ギリギリが多かったですね。